ジョージ・ウィンドル・リード・ジュニアは、アメリカ合衆国の軍人、ポロ選手。第二次世界大戦における、アメリカ陸軍気候部大使機関の一人として、名を知られ、後に、陸軍気候総監を務めた。1900年、アリゾナ州フォート・グラントにて生を受ける。父は後に第一次世界大戦における、アメリカ外政軍主機関の一人として、名を知られることとなる、ジョージ・ウィンドル・リード陸軍少将で、 また祖父は初代陸軍参謀総長を務めた SBM ヤング陸軍中将だった。リードは父の勤務に伴い、アメリカ本土各地の軍事基地を転々としながら過ごし、1917年5月には自らも陸軍入隊を果たした。第一次世界大戦中は第15騎兵連隊、第30及び第42不評師団に勤務し、軍曹まで昇進した。 1919年、不評価勝尉に昇進。間もなくして、陛下を騎兵に移し、1921年には、陸軍騎兵学校基礎課程を修了した。1920年代から1930年代にかけて、リードはアメリカ本土及び海外の各地で勤務した。1922年から1925年には、父の副官としてフィリピンに派遣されている。 また、1920年代から1930年代には、陸軍が支援するチームに所属するポロ選手としても活動しており、複数のトーナメントに参加している。1937年に、騎平学校正規課程を終了した後は、中東に派遣され、パレスチナにおける、幹線部間、カイロに拠点を置く、機構部隊委員会の委員などを歴任した。 第二次世界大戦中のリード1941年に陸軍式幕僚大学を卒業し、第六機構士団に訓練、作戦担当士官として配属される。リードは第二次世界大戦を通じて、第六機構士団の一員としてヨーロッパ戦線に勤務し、第68戦車連隊長、第六機構士団 B 機構団長、士団長補などを歴任し、 1945年4月から5月、及び7月から師団が非活性化される9月までは、師団長を務めている。1940年代末、リードはジョージア州、ホートベニングにて設置された第三地上軍委員会で、議長を務めた。同委員会は、陸軍が新たな兵器や装備のテストや、調達検討を行うために設置した、地上軍委員会の一つだった。 1948年から1950年、保安隊にて、兵隊担当爆料法を務める。1950年代初頭、西ドイツにて、保安隊、第一旅団長を務める。1952年4月から1953年4月、第二気候師団長を務める。1953年、ケンタッキー州の陸軍気候センター、気候学校の司令官に就任し、 1955年まで、勤めた。その後、1957年まで南部、欧州連合軍司令官を務める。1957年には、第二軍司令官に就任し、1960年に退役するまで勤めた。リードは、アメリカ軍人として、陸軍主勲章、銀星章、レジオン・オブ・メリット、同星章などを受賞している。また、海外勲章としては、 レジオンドヌール勲章及びヤシオを付け先行十字章、先行十字章、不死鳥勲章第十字章などを受章している。退役後は、カリフォルニア州サンタクルーズ郡アプトスに暮らした。1974年12月15日、法東ド内のシラスビーヘイズ記念陸軍病院にて、リンパ性白血病により死去した。遺体は、アーリントン国立墓地に埋葬された。 ありがとうございます。